お疲れ様スロットです。今日はこちらはゴブリンクイーンの旅やっていきます。さあ、なんと先日ですね、大型アップデートが来まして、ちょっと新要素ね、新しいトロフィーレースみたいなのも出ましたんで、そちらをね今日はやっていこうと思います。で、なんか新カードも出て、バランス調整も出て、なんか結構変化したね、点がね、多いんで、まあ一つ一つちょっと話せれたらなと思います。まあ俺もそんな把握できてないんで、まあ知ってる程度にはなるんですが、まずですね、はい、新しいキングタワーが登場しました。名付けてゴブリンクイーンタワーですね。なんかすごい見た目いかついんですけど、性能はプリンセスタワーと何も変わりません。はい。で、このキングタワー、ゴブリンクイーンタワー専用の、タワーですね。はい。ベビーゴブリンタワーっていうのも出ました。ベビーゴブリンか。はい。今までのなんかブラスターダガーの、ゴブリンバージョンですね。で、これも今までのプリンセスタワーと性能は何も変わんないんで、はい、そんな気にしなくていいかなってところなんですけど、一つだけ違う点があって、なんか特殊スキルみたいなのがあって、まあそれちょっとね、やっていこうか。はい、やった方が早いと思いますね。で、このモードも今までと同様、まあトロフィー0から9000まであるのかな？わかんないんですけど、多分9000まであると思います。はい。目指すモードかなと思います。で、そのね、一つ違うスキル的なのを言ったんですけど、このキングタワー、ゴブリンクインタワーのこの下の部分に、このエネルギーみたいな溜まる表示が、あると思うんですけど、相手にもあります。はい。これは、ゴブリン関係のね、カードを使うと溜まっていきます。はい。なので、このゴブジャイアントを出すと、こんな感じで溜まってきます。はい。で、これは、20コスト使うとマックスになるって感じですね。で、逆にゴブリンじゃない、こういうダークプリンスとか出しても、増えません。はい。じゃん、つって。まあ、なんも変わんないよって感じですね。で、逆にこのゴブリンね。はい。これもまた新カードでね、後から説明しようと思うんですけど、ゴブリン関係を出すと溜まりますっていう。で、これ溜まったら何がいいことあるかっていうと、溜まって次に、ゴブリンカードを出した際に、相手にね、ゴブリンが8体飛んでいきます。はい。よいしょ。出してみるか、ちょっと。吹き矢出して、溜まるか？溜まんないね。合計20コストなんで、意外と溜まんないかもしんないな。まあでもこれ多分ゴブリンの檻を置いたら溜まると思いますね。置いてみようか。まあギャングからでもいいな。ギャングで溜めて、はしまいゴブジェイとかもありですね。はい、さあ、溜まりました。相手も溜まりました。で、これ行きます。行くと、こんな感じで、ぴょーんって、かわいいゴブリンが8体飛んでいきます。やべ。で、このゴブリンは、通常のゴブリンよりは弱いです。はい。けど、まあ、スケルトンとかと比べると強いかなっていう、まあなんか、スケとゴブリンのハーフって感じで覚えてもらえたらいいかなと思います。まあ、無視できるけど、無視したらちょっと痛い。痛いかなと思っています。で、新カードの障害はまあ、しとくか、こいつ。何してんだって感じではあるが。まあ、キングの説明はそんな感じですね。さっきの新カード、名前なんて言うんだ、あれ。ダイナマイトゴブリンだっけな。なんかまあ、一言で言うと、ウォールブレーカーとボンバーを足した感じですね。はい。本当に合わさった感じ。4コストで、まあ、通常時は、まあ、ボンバーみたいな感じで、なんか投げます。で、範囲攻撃です。こんな感じでね。はい。いいね。まあ、ボンバーです。ほぼボンバー。ボンバーのやや射程が長い版かな。これゴムに飛んでいきます。で、なんか HP がこれ半分削られると、ウォールブレイカーになります。はい。っていう、なんかおもろい。で、ここでちょっと HP 減ると、あーって、はい。普通のね、マジウォールブレイカー。けど、ちょっとね、爆破ダメが、爆破ダメ一緒なのかな、なんかわかんないんですけど、なんかノックバック性能がね、あって、結構ぶっ飛びます、敵。なんでなんか、ウォールブレーカーとボンバー足したけど、それよりもちょっと強い版みたいな。うい、これね。さあ、リベンジゴブリンがだいぶ飛んだと思うんですけど、まあ、みたいな新カードも出ましたよと。で、他にも、まあ、新カードなんか本当に、マジの壊れみたいな。今世界上位それしかいないみたいな、やつがいるんですけど、まあ、それはこのトロフィー1000、このモードの1000いくともらえるゴブリンの呪い、なんか、はい、倒したユニットが全部ゴブリンになるらしいです。はい。おもろそう。ニコスでこれやばいよね。で、あとこのね、トロフィー2000いくと手に入るゴブリンマシンってやつらしいです。はい。で、これはなんか3、4秒おきぐらいにこんな感じでミサイル放つらしいっす。なんか今はこのカードたちを出しとけば誰でも勝てるみたいな、ものすげえ壊れらしいんですけど、まあ、持ってないんでちょっと手に入れたらね、すぐ動画で紹介したいなと思います。
まあ新カード新要素的なのはそこら辺になるかな。なので、まあ、新カード3枚とあと新しいね、キングタワー、ゴブリンクイーンタワー、そして、横のねプリンセスタワー、ダガーブラスターの、ベビーゴブリンね、はい、が出ましたよっていう、まあ、5個新しいのが登場したって感じかな。うん、でまああと他はバランス調整があって、なんか吹き矢ゴブリンとか槍ゴブリン、まあほんとゴブリン好きやな上、その辺のゴブリン系が強くなって、なんかダガーガールね、はい、タワー強すぎたんでちょっと下方来たらしいです。まあ触れてないんでわかんないんですけども、どんな感じかはね、まあ主にはそんな感じか。なんか意外と変わってないっちゃ変わってないんですけど、なんかそのキングタワーが変わるっていうね、今までにはなかった部分とか、あ、まあ、あと新カードがなんかぶっ壊れすぎるとか、なんかそういう面で見るとだいぶ変わったかなっていう感じですね。さあなんかゴブリンが飛んでいきますよ、次相手のゴブリンカードで8体ね。まあでもその相手のさ、この8体のゴブリンに対してこの新カードのダイナマイクゴブリンだっけ、ダイナマイトゴブリンかが結構強いんですよね。そうで、そのダイナマイトゴブリンは多分誰でも手に入るのかな、なんか最初から持ってた気がします、このトロフィーレースやるときに、はい、なので誰でも使えるかな。うん、このモードができる人は普通のトロフィーモード3800ぐらい行ってると解放されるみたいな感じだった気がしますんで、よいしょ、ある程度やってる人だとね、はい、すぐ手に入れられるカードだと思います。で、このモードのなんか強いデッキ的なのもね、なんか紹介できたらなと思うんですけど、と思ったんですけど、なんかあんま思いつかなかったというか、普通にこの何矢の雨ウッドのなんかゴブリンマシマシが結局強い説がちょっとあれあったりなかったりうんしてます。負けそうかまあなんかいろんなマザネコ入れてる人とか、結構なんかいろんなゴブリンデッキのタクがあるっぽいんですけど、これで貯めてからの端前で両サイズ目なんかヤナアメウッドと、あとまあゴブリンの折り絵、あとゴブリン系に強いね、なんかダッククリとか、なんかまあその辺の時は強いんじゃねっていう、みんなデッキ一緒っすね。ほんやばい、待って、え、気づいてなかった、やばい、待って、え、負けた、待って、俺やべやべ、あ、負けた普通に。で、これなんか優しくてトロフィー1000行くまでは負けたんですけど増えますクララは優しい、負けてもトロフィー増える世界、ありがてえっすね。まあでもトロフィー1000ぐらい行くと負けたらちゃんと減るらしいんで、はい、気をつけてくださいかな。で、あとトロフィー1000いくと進化カードがね使えるようになるというか、そのやっと採用される、なんて言うんだろうな、今まで進化は当たり前だったんですけど、このモードに限っては進化カード使えません最初、はい、トロフィー0から1000いくまでは進化が採用されないんで、まあ、だいぶ懐かしいクララというか、うん、最近進化だったんでね、進化カードねえクララを、なんかそれが本当久しぶりすぎてだいぶおもろくはあるんですけど、よいしょよいしょ、いいね、進化が使えません。で、しかもタワーもね、言ったら今までのプリンセスタワーなんで、結構なんかだいぶ昔に戻ったような、はい、古参勢は懐かしいって感じに、なる環境かなと思います。まあ、けど、トロフィー1000行くと、進化が1枚ね、採用されます。で、多分もうちょっと上の方行くと進化が2枚採用されるみたいな、内容でした。なので、まあ、そこは気をつけてください。最初進化で、あれ俺の進化なんでってなるかもしれないんですけど、採用されてないだけです。採用されてないというか、はい、そういう仕組みになってますね。うん、そんな感じかな。まあ俺お互いもゴブリン系になってくる。まあゴブリンをね1枚も入れないっていう手もあるとは思います。はい、なんかその、まあ、ゴブリン系しか逆にいないんで、そこをやっぱ対策してマザネクボーラーとか、そういうデッキも強そうではあるんですけど、まあなんか単純にこのゴブリンが飛んでいくのがやっぱ強いんで、なんかまあゴブジャイプラスの
まあなんだろうね、バルーンとかゴブジェイプラスのゴブリンバレルとか、普通にゴブリンバレルのデッキとか、まあなんかゴブリン系使っとくのが安牌かな。でヤナミウッドはまあマストじゃないけど7、8割は入れ得な気はしてます。はい、まあ、ほぼデッキ一緒ですね。まあこのフキアもゴブリンもりもゴブリン脳裏強化されたんで、まあ、使い得だと思ってます勝手に。どうしよう、なんか無視はできるんだけどな、なんか無視すると痛いよなみたいな。よいしょ、さあでここ溜まったんでゴブリン系出すとぶっ飛んでいくよって感じかな。これドリル美味しいね、これ溜まってんな。え、これ美味しくない？行ってこいよバレル。8体ってすげえな、結構飛ぶかい8体強い。あの新カードよいしょ、なんか新カードの中では一番弱いらしいんですよ、この初期から使える。マジで名前が分かんない、ダイナマイトゴブリン、多分ダイナマイトゴブリンですね。はい、弱いらしいけども全然強い、マジで強い、意味わかんないぐらい強い。でこいつより強いってどんだけ強いって話になるぐらい楽しみ。早く本当に欲しいんだけど、よいしょ、もうこの辺で苦戦してる。意外とみんな同じようなデッキなんだよね、なんか何がいいんだろうね、教えて正解よ。みんな同じようなさ、ゴブリンの檻と、まあゴブジャイと、新カードとみたいな、みんな一緒なんですよ。何がいいんだろうね、なんかまあ1枚2枚なんかね、このゴブリンに対して強い、まあゴールドナイト入れるとか、ゴールドナイト金髪でね。まああとよく見るのはボーラーとかもいますね。はい、そういうの入れてもいいのかなっていうのはあるんですけど、まあなんか入れなくてもいいのかなみたいな、ちょっといろんなね、はい、正解がまだ分かってないんです。はい、端前ゴブジャイ来てゴブリン飛んできて大ピンチまでは想像はつくが、ゴブジャイが回ってなかったわ。まあ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 、このなんか真ん中ら辺に飛んでくるんで、低め低めで受けれるとちょっといいかもね。さあ飛んでいく、盾がないので結構簡単に処理されちゃうかなって気はしますね。あでもおい受けがミスってる、いやマジゴブリンデッキ最強時代ですよね。まあ、こんなタワーが出ちゃうと、まあ、逆にこのゴブリンクイーンタワーだっけが出るならね、スケルトン骨骨タワーみたいな、バーバリアンムキムキタワーみたいなちょネーミングセンス終わってんで許してください。それなんか無限なね、そういう何トロフィーレースも今後出るのかなみたいな、まあ楽しみも増えはするが、一旦このモードがまず難しい。正解を押してください。みんなデッキが一緒すぎる。意外となんか対策したっちゃしても飛んでくるゴブリンがね地味に厄介で、なんか止まんないんだよな意外と。対策できそう、最強デッキが見つかりそうなんだけど、意外とそんなこともないっていう。よいしょ、飛んでけ、いいよ、すごい。でこれ飛んできたところにねキアとかなんか近いとね芝刈りやすいんで、それもなんか嫌ですけど。うい、まあゴブリン関係数枚入れながらの、まあウッド結構マストで入れて、まあゴブリン強そうなカード1枚入れればいいかなっていうので、まあゴルナイでやってみようかな。マザネクとかもおもろそうなんだけどな。そう、なんか進化1枚だとウィザードが強いみたいなのは聞きました。はい、なのでトロフィー1000に行ったらなんかフキアゴブリンとか抜いてね、ウィザードとかにしても面白いかなとは思いますが、一旦進化がいない時代なのでちょっと金髪でいこうか。まあ、え？やばいくね？ああ、ゴブリンいるんだ。めちゃめちゃさ、
ゴブリンなしデッキだった、びっくりした。アイスイズナイトゴブじゃよ、ゴブリンアンチ来たわ。これ性格出るよな、このゴブリンを使えばさ、ちょっと得っちゃ得じゃん、このスキルタワーのさ、スキル的なのがあるから。使い得なのにあえてゴブリンを使わずメタる人か、まあ素直にね、え、じゃあゴブリン系いっぱい入れようってなるのか、そこで性格分かれるよな。ちなみに俺は最初そんなメタればええやんつって、ボンバーとボーラーとマザネクと入れてやったら、なんか普通に普通になんかゴブリンデッキ負けて、はいあ、じゃあ俺もゴブリンにしようってすぐ乗り換えました。はい、自分の意思は捨てました。なんかおとなしくゴブリン使った方が強くねって思いました。まあ多分ゴブリンを使いながらね、対策とかができると最もいいとは思うんですけど、それが無事から言うてんですよねだからゴールダイの方がいいかもな。なんかただそんなスキル発動してないけど、絶対になんかギャングとかゴブリンギャング、あとはまあスキルのゴブリンか飛んでくるのもあるんで、なんかそういうのも全てゴールドナイトが受けてくれそうな気はするよね。走れるよいつでもゴブリン系来たら。なんならこれでダメージ入るよ。ほい、オールブレイカーだからね、あれ実は。お、置いて諦めとこう。いや飛んでくるよ。いやこれやばいな。無視してみる一旦。無視したらどんぐらい削られんのかっていう検証。いや結構いかれんな、結構いかれるが、まあ耐えてはいる。でこのタイミングでやばい、ゴブリンが飛んでいってもなんかあんま嬉しくないんだよなっていう、正直なんか進化バレルと似たものを感じはするな、この状況。よいしょ、マジゴルダイも別に大して働いてはないが強そうな気はする。よいしょよいしょ、まあまあまあ、いってらっしゃいっていうね。まあマジで正直デッキはあんま何でも良さそうっていうか正解わかんねまあこれはいパクってみてください。そしてあれだ、宝箱もなんかこのね、トロフィーレース専用のちょっと可愛いね、より何木な、より木なね、宝箱がはい登場しました。新しいね、特に中身とかが変わったわけではないんですけど、あの見た目としてね、はい、可愛い宝箱も3種類ぐらいね新しいのが登場しました。よいしょ。ってわけで真面目にトロ上げしていかなきゃいけないね。2000までよ、2000遠いね。で20個数貯めれば飛んでいくんで、結構ゴブジャイはね、なんかまあ使い得溜まりやすいからね、このゴブジャイって新カードで10コス使ってるんで、あと10コスで、満タンですよっていう。でこれで矢の雨はたまんねえな、あのゴブリンカード限定なんでね。いやこれマジ強い、このノック、おお、なんかすんごいよねこれ、すごくない？ついていくのがもう限界よ。さあゴブオリー、あと何コス？わかんねえな。ギャングでギリたまんないな。あ、でもこれゴブジャイでたまりそうだな。いや、これたまってからの、足前ゴブジャイ。いや、たまんねえか。いや、悩むー。いや、こういうのどう？だいぶいいか。さあ。しかもウッド使ったよ、左のゴブジャイ。かわいいかわいいかわいいゴブリンが頑張ってる、あれ隠れて、ナイス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 。でこのさ、飛んでくるタイミングあるじゃないですか、まあ、ちょうど飛んでいくタイミング、なんかそのタイミングで端前ゴブジャイだと、ちょうどゴブジャイがね相手のタワーのターゲットを取ってくれるんですよ。だから次ゴブリンが飛んでいくって時にシンプルに端前ゴブジャイをできると強いと思ってます、俺は。まあ、ちょうどその手札じゃないといけないんで、行くのも難しいんですけど、タイミング合わせようと思えばやや合わせれる気もするんで、
意図的にできたらいいかなと。ちょっとおすすめ、俺的。貯めて、まあ、ゴブジャイ以外で貯めて、最初はゴブジャイでもいいけど。で、貯まったら、端前ゴブジャイ。ここか？まあでも、なんかダイナマイトゴブリンがいると、ちょっと輝きづらいが、まあこういうのね。そう。これでゴブジャイがターゲット取ってくれるんで、左のゴブリンが刺さるんですよね。で、左をいっぱい対策するから、まあ右を攻めるみたいなのも、まああったっちゃったが、もう左に落ちるんでね。はい。みたいな感じで、溜まってからの端前ゴブジャイ、おすすめでございます。まあこれはもうね、溜めに行ってもいいかも。まあ無理して溜めなくてもいいしね、最悪。よいしょ。で、オールブレイカーになる、防いで、まあギャング行かれちゃうんですけどね。さあって感じかな。まあ基本的に、なんかスタンプ、やばくね？大丈夫？すげえスタンプあったぜ。これか。全然可愛くないやん。だいぶ治安悪めなスタンプも出たっすね。これやばいな。いや、遠いし。やべ。間に合わんかった。いやん！ちょ、檻置いてから持ってくるわ。これすごいな。やばくない？公式が出してるっていうのがおもろいんだよな。これやばいよな。冷静に。おもろすぎるんだけど。いいんっていう。そのスタンプいいんっていう。初期のさ、まあこのグッドがあったからさ。どこ？いや、なんかめくりに行く。初期のね、グッドスタンプあったから、まあそういうスタンプもないのかなと思ってはいたが、このタイミングで、かわいい。まあ檻置いて、相手溜まってます。ここ守りから入りたいな、俺。絶対飛んでくるんで。ね。ダイナマイトゴブリン置いて、相手はまあゴブリン以外を出したいよね。だって今はね、ゴブリン飛んできても無駄に死んじゃうだけなんで。いやー、まあでもやだな。延命して、まあ、低めのね、さあこんな吹き矢とかこういうので回収して、これでさ、ウィザードをしばけたらでかいが、うわー、あのダイナマイトゴブリン強えな、マジ。しかもこれ走ってきて死ぬ時のこのダメージがちょっと痛い。さあ今回相手はウィザードね、まあ、一旦貯めたいが、ゴブリン貯めたい。まあ無理して貯める必要もないのかな。まあ貯まったらラッキー程度でも良さそうですけど、なんかガンガン貯めても強い気がするんだよな。いっぱいゴブリン飛んでいくとね、相手してもうざいでしょ。さあこれでやっと貯まんのか。次のゴブリンで飛んでいくんで、これ行ってもいいかもね。左側端前とかでも良かったかもな、これ。なんか単純にこれを、これとか言っちゃって、ダイナマイトゴブリンをナイトみたいな扱いしても良さそう。すごい。なんか遠距離枠にもなれるし、陸のね、普通に受け役にもなれる気がするんで、ダイナマイトゴブリンだけでも10分ぐらいな活躍ができる。よいしょ。さあ、でもこういうので、まあ、走っても強いかなみたいなね、思っているが。おい！え、やばい！待って！気づいたら、全然見てなかった左！やばい！いや、579、耐えよう。次これ。飛んでいくか。いや、耐えれる。いや、ナイス耐え。いや、ゴブリン飛んでいく。コスト使わせたか。一回貯めて、守れるかな、これ。ウィザードまずい。
いや、檻がある。いや、でもこれ範囲でウィザードにもちょっと当たってるんでかい。これやばい。この、いや、こいつがさ、急にやめるんよ。これやばくない？さっきまで守ってたのに急に守んなくなるのやばい。これ始めこぶちゃんに来たらさ、ちょっとずつ守んなきゃまずい。やだー。いや、いつもでも守ってる。え、それ使ったやん。檻を使った後のさ、こぶちゃんってきついんよ、実は。知ってる？敵の上打ったら入りそう。いや、マジ怖すぎる。いや、追い上げてきたよ。檻があれば止まんない。いや、ダメ。え、これ橋面ゴブチャイじゃね？絶対に飛んできよ。しかもゴルナイダーと。走れタワーに一発。いや、でかい。溜める、耐える。タイブレイクです、実は。オーブねー、オーブなすぎる。耐えたーみたいなね。いや、飛んでくるのをまあちょっと警戒しとけば意外となんとかなるが、難しい。全然むずい。あと一つね、言い忘れてたんですけど、ダイナマイトゴブリンは空に攻撃できないです。はい、この通常のこれですね。はい、これは空へ攻撃できないんで、まあそういう部分ではまあ対空には弱い。なので、なんかゴルナイあんま活躍できなかったんで、まあスケドラとかね、なんかこういうのでも良さそう。ゴブリン系にも刺さるし、まあダイナマイトゴブリンね、基本的にみんな使ってると思うんで、まあフェニックスとか、なんかそういうのでもいい気がします。はい。まあ全くね、ゴブリンカード入れずにラバデッキを使うとか、まあホグロケット方式とか、まあそういうのもありだとは思います。まだ俺このゴブリンが飛んでいくのがね、ちょっと好きなんで、ゴブリンカードを使いながらね、はい、対策できるのが一番いいかなと思います。よいしょ。まあこれもちょっとスケドラいいね。まあ、追加取得。これ攻撃されてもこの後ウォールブレイカーになれるんで、これ。これ強いよ。バルキリーとかで抑えられるけど、走っていって、さ、ダメージ一発。うい！結構強いよな、このダメージ。耐えて。うう、キア優秀。マジ、ゴブジャイの後ろに、ダイナマイトゴブに付けとく。でも、檻を置いて、もう一枚ぐらいで溜まるかなーっていう感じだよね。溜まって、端前ゴブジャ行きたいけどね。行けるかな？拾うわ。溜まりました。いや、ちょうどいい。やばい。痛い。これ、めっちゃ良くない？この流れ。リベンジゴブリンもいるし、両サイドゴブリンが溢れて、みたいなね。いや、これ強いんだよな、本当に。結構これするだけで勝てるイメージある。やっぱヤナミウッドも多いんで、スケドラもね、ファイボーがいないから活躍できる。まあ手前のね、フキアとかダイナマイトゴブリンで、あの飛んでくるやつは受けたいよねっていう。完璧や。いいね。まあ檻置いて、あとはイモレバ。ダイナマイトゴブリン範囲なんで、もうの単純にドリルの受けも強いが、あ、火力がそんな高くねえな。え、って今だ入んのやばい。普通に考えて性能が強すぎる。やばいか。次飛んでいきます。やばい、守りたいのに。やばい。え、マジやばい。普通になんか危なくなってきたかもしれない。いや、一応耐えるか。相手の呪文がさ、ウッドヤナメなことを信じて。そうすると、相手は攻めなきゃいけなくて、このゴブジェを守ってると削れないんですよね。ギャングで拾う。おい、キングがね、落ちるんじゃない？さあ、ナイス。いや、一番。
いいかもな。まだ1回しか使ってないけど、個人的にはスケドラおすすめしたいですね。さあ1000到達したんで、新カードね、もう1枚アンロックじゃない、これゴブリンの呪いですね。まあこのゴブリンの呪いはね、また次回ね、はい、紹介したいなと思います。ということで皆さんもね、このゴブリン版の、トラゲモードね、ちょっと頑張ってみてください。結構難しい、個人的には難しいんですけど、まあシンキングタワーね、ゴブリンクイーンのね慣れも大事かなと思いました。こちらのデッキ皆さんやってみてください。ではお疲れ様でした。